演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのふわふわシフォンケーキ瀬戸内レモンを食べたいと思います。以前は北海道のラベンダー、今回は瀬戸内のレモンでした。では、いただきます。開くの大変だね。ま、その分美味しい。紙が剥がしづらいのが少し残念でしたが、シフォンケーキ自体はレモンのさっぱりとしたクリームが中央にあることで、どこを噛んでもそれを等しく感じることができ、口の中をさっぱりさせてくれて、本当にふんわりしていてとっても美味しかったです。もっといろいろなバリエーション食べてみたいな。あと紙を剥がしやすくしてください。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。